はい、今日は我が家のカブトムシクワガタ祭りでございます。何個あんだろう。1、2、3、4、5、6、7、8。虫かごは8個。カブトムシクワガタ飼育係よりご説明ございます。まずはどれから行こう。でっかいのから行こうかな。父ちゃん特訓されるよ。クワガタじゃないそれ。前にいるやつは2匹のメスが下に今交尾中かもしれない。あ、下にいるのメスがいるんだって。本当にほらえほら、はい、ね、おピンとあってほらついてるリリーを食べながらキャー。続いてノコギリクワガタゾーン。そうだ。うわー、来た。あ、おしっこした。ピューっておしっこされた。手じゃない。手。匂いがすごい。ちょっと待って。クワガタそれも。平たくはだってやつ。見るとゴキブリにしか見えないよ。ぼや、うわうわうわ、すっごいぼやけてるから、すんごいゴキブリにしか見えない。あ、来たよ。あ、大変だーって。もぐろもぐろーって。ママー、もぐろもぐろー。遠いでしょ。かわいいか。カブトムシのメス。この子はうちで生まれた子です。家で育てたのよ、1年間。そうだね、好きだもんね、そういうのね。いいよ、はい、次。次は何がいるかな、こちゃん。うん、こちゃんも好きだよね、こういうのね。ちっちゃ。めっちゃ分かった、それ。すっごい動きがやばいね、それ。うわ、早い。来い。早いよ、動き早いとダメでしょ。すごい活発になってきたね。え、こう活発になってきたよ、動きが。カブトムシいなくない。飛ぶんじゃない？ちょっとねえ、こう？ワイオケの髪の虫を切って虫さん来ないようにしてるんだって。ゼリーあげんだって。ゼリーあげて。はい、それでは今日はゼリーもだけど、これなしをあげて、今日のところはお世話終了。2020年夏カブトムシクワガタ飼育記録でした。これが我が家の、はい、それでは皆様、何引きました。何引いたのこれ。クワガタがノコギリとクワガタのオスが5匹。クワガタのオスが5匹もいるのね。で、メスが4匹。メスが4匹、はい。カブトムシのオスが3匹。はい。で、メスは7匹。7匹もいんだ、すごいね。
多分もう増えることはないから、今年はこれで終了だと思います。はい、そんな感じで我が家のカブトムシクワガタ2020年夏飼育記録でした。それではまたバイバイね。はーい、バイバイ。もう一回、こうちゃんバイバイはしてくれないね。